パベル・ポグレブニャクは、ロシア・モスクワ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード、元ロシア代表、FC ・ウラル・エカテリンブルク所属。ゼニト時代のポグレブニャク1989年、FC ・スパルタク・モスクワのアカデミーに加入する。2002年にトップチームに昇格するが、 出場はわずか2試合で無得点と、低調な出来に終わり、翌年 FC バルチカカリーニングラードに、レンタル移籍。バルチカでは40試合に出場し15得点と、活躍し、スパルタクモスクワに復帰するが、復帰後もパッとせずしばらくは、複数のクラブを転々とする。2006年、FC トムとムスクで大活躍し、代表にも呼ばれるようになる。2007年、 FC ゼニトサンクトペテルブルクに加入。ゼニトでも好調をキープし、リーグと UEFA カップ2007から08制覇に貢献。ポグレブニャク自身は UEFA カップ得点王になった。2008年5月の代表戦での怪我が感知するのに、約2ヶ月半ほどかかったが、8月13日の FC テレク・グロズヌイ戦で復帰し、8月24日の クリリア・ソベトフ戦では PK での得点を含む2得点の活躍。さらに UEFA スーパーカップでは先制ゴールを奪いチームの初優勝に貢献するなど完全復活をアピールした。2009年8月1日、移籍期に1000万ユーロの4年契約でドイツの VFB ・シュトゥットガルトに移籍。8月7日の VFL ・ボルフスブルクとの開幕戦で、 ブンデスデビューを果たし、15日の SC、フライブルク戦では、初得点を挙げた。結局このシーズンは6得点という結果に終わったが、2010年9月18日の、ボルシア・メンヒエングラートバッハ戦では、ハットトリックを成し遂げ、7から0の勝利に貢献した。しかしシュトゥットガルトでは思うような結果は残せず、 2012年1月31日、イングランドのフラム FC へ、レンタル移籍した。2012年2月11日、第25節のストークシティ FC 戦で、プレミアリーグデビューを飾り、この試合の前半16分に、フラムでの初ゴールをマーク。2月25日、第26節のクイーンズパーク、レンジャーズ FC 戦でも開始7分に2試合連続となるゴールを決めた。 さらに3月4日の第27節ウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦では、ハットトリックを達成した。12試合で6ゴールを挙げ、フラムを2年連続となる一桁順位へと押し上げた。2012年7月5日、5シーズンぶりにプレミアリーグ復帰を果たした、レディング FC へ完全移籍した。 2015年8月27日、FC ディナモモスクワと3年契約を結び6年振りの母国復帰となった。フィジカルコンディション不良のため招集外だった FC、アンジマハチから1000と同日に当たる2017年12月9日に、ユベントス FC 対インテルの一戦を、クラブからの許可を得ずに観戦したことが発覚。 同スタジアムの客席で、ユベントスのニットキャップをかぶった姿が写真に収められていた。同年1月25日、この一件が要因となり、ディナモモスクワを解雇となった。また、ディナモモスクワが、ナイキとテクニカルスポンサー契約を結んでいるのに対し、ポグレブニャクがアディダスと契約を締結している、ユベントスの試合を観戦したことも、契約解除の理由として挙げられている。 2018年2月22日、シーズン終了までの契約で、FK トスノに移籍し、チームを、ロシアカップ初優勝に貢献したが、リーグ戦は15位に終わり、ナショナルリーグ降格となり、トスノも、財政難で解散した。同年8月29日、FC ウラルエカテリンブルクへ移籍。2019年3月16日の日刊誌。 コムソモリスカやプラウラにおいて黒人の選手がロシアに必要ない。フェルナンデスはトッププレイヤーだが、そのポジションにはイーゴリスモルニコフがいるとブラジルから帰化したあり、マリオ・フェルナンデスの代表召集について批判し、大きな問題に発展していた。同月27日、25万ルーブルの罰金と、 執行猶予付きで、シーズン終了までの出場停止処分が言い渡された。ロシア代表デビューは2006年8月16日の、親善試合、ラトビア戦で、この試合で決勝点となる代表初ゴールを記録。UEFA ユーロ2008のメンバーにも選ばれたが、直前の2008年5月28日のセルビアとの、親善試合で膝を負傷し離脱 オレグイワノフが代わりに招集された。UEFA ユーロ2012予選のアンドラ戦では、自身初の1試合に得点を記録し、勝利に貢献した。ありがとうございます。